フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さんが5日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、驚きの出来事を明かした。今日は子供の日ということで、という書き出しで投稿。偶然電車で真央に会ったと、浅田真央さんとばったり遭遇したという。新幹線の隣の座席に座って2ショットを撮影し、久しぶりで嬉しかった。お互い大好きなスケートの世界で頑張ろうね、とエールを送った。安藤さんは革ジャン姿で、真央さんはキャップをかぶった私服をそれぞれ披露。混雑する車中でまさかの再会を喜んでいた。ネットの声、安藤浅田時代、本当にすごかったな。どっちも世界のトップを狙えるくらいのツートップで、世界選手権の枠取りと、カモキにする必要全くなかったし、本当にすごい時代だった。ワールドは2004年からの10年間で5回、ジュニア、ワールドは2003年から3年連続で日本女子が優勝していた黄金時代に活躍したお二人。安藤さんはママであり、プロスケーターであり、コーチでもあり、浅田さんはアイスショーの全国ツアーにリンク建設にと相変わらず日本のスケート界の華やかなアイコンの一人。お二人とも波乱万丈の競技人生でしたが、引退後もスケートを愛して新しい世代をサポートされていることが嬉しいです。二人ともタイプは違うが偉大で大好きなスケーターだ。新幹線でばったり会うなんてお互い驚いたと思う。これからもスケート界を盛り上げてほしい。真央ちゃんの帽子の大きさと加工した写真に違和感は覚えるものの、かつていろいろ、マスコミが一方的にかもしれないけれど、取り沙汰された二人がツーショット写真を UP しているのは素直に嬉しい。何かの番組で思わずビキって呼び捨てが出るくらいで小さな頃から親しかったようだから、過度なコーチのところで一緒だったのではと思っている。選手ではない今だから気楽に話せることもあっただろうね。お二人仲が良かったんだ。試合の際はテレビを通して独特のピリピリ感が伝わってきて、仲が良くないのかと思っていた。高校か大学の先輩後輩だったと思うから真央さんは美姫さんを尊敬していそうだけど、仲の良さが伝わる写真に嬉しい気分になった。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。